こんにちは。やっほー、皆さんこんにちは。こんにちは。ボイトレ終わって公園まで時間があるので、なんか自主練しようかなとは思ってるんですけど、ちょっとだけ配信します。やることがね多いのでね、公演終わってから配信できるかちょっと分かんないんで、この隙間時間に配信したいと思います。こんにちは。公演今日見に行くよって、ありがとう、待ってます。台風はね、なんか消滅したらしいですね。カメさん、ありがとう。クロちゃんさん、かわいい、ありがとう。佐藤さん、ありがとう。渡辺さん、ありがとう。好き、マジか。頑張るよ。やることがちょっとあるので、まだね。いろいろ頑張ってます。台風消滅。でなんかトレンドに入ってました、ツイッターの。隙間時間有効活用です。帰り道雨に打たれた。なんか帰り道ね、あ違う、夜雨めっちゃ降ってたよね。葵ちゃんさん、ありがとう。怖い目で仕事早めに終わらせます。頑張って、お仕事、お仕事ファイト。雨がちょっとねすごかったよ。雨風すごかった。次回収録間に合うと思うよ。あ、今日市村城の日ですね。そうね、うん、雷すごくて起こされた。え、雷マジか。雨ね、今日行く時は降ってましたよ。だけど今どうなんだろう。なんだっけ、あそう、今日は10時から市村ジオだから、ちょっとね今日は配信、公演終わったら配信できないかな。ちょっと明日ね、いろいろリハとかあったりやることいっぱいあるんだよ。あ、はるかむらチャンネル、そうだ、回転板爆発したい。怖っ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 。今日は愛知に会いに行く。ありがとう。台風、あ、もしかしてマネージャーさん来たかも。ちょっと待って、少々お待ちください。音消せるんだよね。こんにちは。公園見に行くね。公園見に行くね。ありがとうございます。待ってます。劇場で待ってます。落雷からの爆発、怖っ。最近愛知のラジオ一番長くなってね。そうなんだよ。でもまあ
日によると思います。短い時もあると思う。そう。極秘配信では、いや、なんかお部屋借りてるんだよね今。忍び寄る影。皇帝ペンギンさん、ありがとうございます。まあ少しだけ配信ですので、15分経ったら終わっちゃうと思います。その後私はもうやばい、練習しますので、いやーマジでゆっくりさ配信したいわ、配信したいわっていうか、ゆっくり配信できる日が来たらいいな、もうちょっとと思うんですけど。カメさんファイト、ありがとう。そう、今月はちょっとあれだね、忙しいんだよね。まだトッキちゃんたちいない。夜なしだな。ちょっと明日もリハあったりして、うん、覚えないといけないことがいっぱいあって山積みなんで、で練習しなきゃいけないこと山積みなんで、ちょっともう家帰ってからも練習しなきゃ、だからちょっと時間がね欲しい、私には今時間がもっと欲しいんだ。映画見てきて、え、本当に面白かった？そう、逃走中風味なせわしさ、しわしなさ。バレた。売れっ子さんは仕方ない。売れっ子ではないんですがね。そうそう、結構あのメンバーみんな忙しいですよ。メンバーみんなやることに追われてて、公演とかもやっぱあるし、いっぱいありがたいことに、でツアーとかもあるでしょ、うん、私まあイベントありがたいことに、私その夏フェスいろいろ出させてもらったりするし、そうまあ他にもいろいろ動いてることが結構あるんで、ちょっと頑張ってます。一郎さんありがとうございます。はい、あ、ちょっと音消しますね。部屋変わったんだよね。ほいちゃんさんありがとうございます。そうそう、 S かわいいっていう雑誌の
HKT 特集でもう一冊まるまる HKT のことでもうやばいの、そのさ、すごいすごいですよ本当に。 S かわいい、ちょっとみんなね楽しみにしていてほしいなって思います。私はねもう本当に嬉しすぎた、すごい嬉しすぎた撮影だったよ私は。そう、めっちゃ嬉しかったな。ではめっちゃ可愛いと思うから、そうモデルさんみたいな感じでやらせていただいたんだけど、すごい S かわいいはね、よくね私美容室とかでもめっちゃ読むんだよね。そう普段から読むからすごい嬉しかったんだけど、なんかそういや可愛い愛人見れるんじゃないかな、モデルさんみたいな感じですよ、おしゃれ系。そう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 、モデルさんみたいな写真撮った。そう楽しかった、めっちゃ楽しかった、いつもと違うメイクしたりしたし。そう楽しみにしていただけたら、女性誌です。そうファッション雑誌、ファッション雑誌ぜひとも。男性の方はちょっとあれかなって思う方いるかもだけど、もう推しメンみんな、メンバーみんな可愛いんでちょっと買ってください、ぜひ。そうそうそう、そうだよ。S かわいい雑誌は韓国のわかりますか？どうなん、いや、アマゾンとか？アマゾンって、全国じゃなくて、世界共通？クロちゃんさん、ありがとう。ファッション誌は初。ファッション誌。女性誌は、ビッサンとか、あれなんだけど、なんか、そうね、他の雑誌とかはまだなかったので、初めて、他のビッサン以外のファッション誌に、ファッション雑誌に。乗らせていただくんだけど、いやもうお前が回ってる、回ってる。いやでもねやばかった、本当にやばいっていうか、どうなってるんだろう、ちょっと見たいんだけど、完成形どう映ってるのか分かんないけど、オフショットはちょっと私今持ってるんだけど、オフショットね、カメラで自分の携帯で撮ったやつ、それはね可愛いんです。そうインタビュー、メイクのこととかインタビューされたり、そう、ちょっとインタビューっていうかね、書いてあると思う、少しは。ポストカードも気になるよね。楽しみにしててください。ぜひとも。もうな、こうネイルが伸びちゃってるんだけど、いつ買いに行ったらいいんだろうか。いつ買いに行こうか迷い中。サットンさんありがとうございます。お休み？お休みまだないね。今週は。来週はあるかな？でもやることはあるから、あれだけどね。今週はなし。来週もまあ、ほとんどお仕事。ありがたいことに。
あ、おいちゃんさんありがとう。そう、でもね、選抜だからとかっていうね、まあ、選抜としてもイベントとかではやっぱね、出させていただくけど、でも全メンバーやること結構あるというか、今そう追われてる、みんな追われてるんで そう頑張る。あ、02ありがとうございます。0202ありがとう皆さん。ちょっと頑張ります、頑張ります、頑張ります。ファイナルのリハ、ファイナルのリハももうやってはいるんだけど、ちょっと、いや、他にもリハがいろいろあるんで、じゃあランキングを見たいと思います。13位サットンさん、12位まつげさん、11位カメさん、10位ナオさん、9位チェジンヨンさん、8位ガクチョさん、7位ひろゆきさん、6位 PKS さん、5位ノッツさん、4位ニシプーさん、3位クロちゃんさん、2位あおいちゃんさん、1位ヨタハツさんです。ありがとう。ホコペガさん、ホワイトありがとう。ではでは皆さん、また公演、今日の夜公演でね、ぜひ DMM で見れる方見てください。よろしくお願いします。バイバイ、練習頑張ってきまーす。